響きワークス。おかわりは？大丈夫だよ。ありがとう。ごめんね。やっぱ出した日の次の日はすっきりしとるな。気にしないで。無理して食べる必要はないから。でもお昼やお夕飯の時はしっかり食べてね。うん。あ、違うな。あれか。ああ、そういうことか。出したら出したで、出すまでもは悶々としとったに、出したら出したで別の問題が発生して、なんかその食欲ないキャラを演じとるってことか。男たるもの、どんな状況でも射精した後は飯を食うもんだ。夏だし食べられる時にはしっかりとね。夏の暑さに負けちゃわないように食べやすくて美味しいもの作るから。そうだね、ごめん、手間をかけさせちゃって。私も嬉しいから大丈夫だから遠慮しないでね。翌朝、当然だけど僕は非常にいづらさを感じている。爽やかな朝、睡蓮姉さんの笑顔と美味しい朝食を前にしているが、内面は正直気が気でないというか、どうしてもそわそわしてしまう。多分これがさ、なんだろうな、まあおじさんのね、ちょっとした小話なんだけどさ、インターネットと、セックスとインターネットと、あともう一個何やったっけ？あれ？どう忘れした？まあとりあえずもう一個あったんやけど、セックスとインターネットに関しては、早く触れるに越したことはないんすよ。セックスとインターネットって。もう一個何やったっけな、忘れた。で、なんでかっていうと、結局その二つって、まあ、リテラシーなわけやねんか。インターネットリテラシーとか、セックスに関しても結局経験がものを言うわけよ。何をどれだけ知っとるかっていう。年齢イコールじゃないんだよね、それって。経験ってのはそういうもんだから。だから例えばゆうくんみたいに、多分彼女もできたことないし、まあ、ちゃんと童貞だし、オナニーでしかあれこれできなかったっていう男の子が大学生になってっていう、大学生の年にもなって結局初めて精通したような感じになって、不安一喜一憂ってなるわけよ。だからね、早いうちにね、本来だったら小学生とか中学生でね、今時の子なんかはね、ここら辺を経験するんだけどね、やっぱちゃんと童貞だから、だから、ゆうくんは、ちょっと射精したくらいで、なんかもううつ病みたいになるわけよ。だって、ねえ、ありえんやろ？申し訳なさとか罪悪感はあるかもしれんけど、射精しただけでご飯が喉を通らんってどういうことよと思うやん。シオンには全てがバレている。もしもあのことを睡蓮姉さんに喋られてしまったら、両方から変態扱いされて嫌われてしまうかもしれない。言い逃れも言い訳もすまい。事実なのだから。しかし、睡蓮姉さんのこの笑顔が曇ってしまうかもと思うと辛い。そこまで思い悩むのであれば、本来だったら、じゃあもう今日中にこっから出ようって話になるわけよ。やっぱり。普通ね。けど、そういう流れにはならんから、どうせまた多分10分後ぐらいには性格変わるから。判決を先延ばしにされている気分で、いつことが起こるのかと焦燥感に駆られる。僕は思わずシオンの方をちらりと盗み見た。
チヨも一緒に朝ごはんを食べているが何も言わない。おはようと挨拶してもかすかにうなずいただけ。そして何も言わず、ただ黙々と食べて、ごく時々ちらりと視線をこちらに向けてくるだけで、あ、目が合って変な声が出かけてしまう。穏やかな朝なのに、僕はただただ変な緊張感に包まれているのだった。ごちそうさま。行ってきます。やがて食べ終わったシオンが箸を置いて立ち上がった。いつものように食器を流しに持って行った後でそのまま外出するらしい。行ってらっしゃい。今日は少し遅くなるんだっけ。うん、今日ある程度まとめて済まそうって話になってるから。行ってらっしゃい。チヨンは僕の、挨拶にはまた一別をくれただけで行ってしまった。確か今日は学園で委員会の仕事があると水蓮姉さんに言っていた。僕が起きた時にはもうすでに制服を着込んで準備もしていたし、二人の話を漏れ聞くにはシオンが所属する委員会の仕事だけじゃなく、他の委員会とか教職員からの頼まれ事なんかにも協力しているらしい。それだけ頼られているということなのかもしれない。気をつけてね。ああ、もう行っちゃった。二人だけになっちゃったね。そうだね。今日は何か手伝えることとかある？掃除とか以外にも力仕事あったら遠慮なく言ってね。ありがとう。今日はそんなに忙しくないから大丈夫。二人でゆっくりしましょう。そっか、うん、ゆっくりか。シオンの緊張感からは解放されたが、水蓮姉さんと二人きり。それを意識するとこれまた別の緊張感が芽生えてくる。ちらりと視線を向けてみると、水蓮姉さんは慈愛に満ちたと言えばいいのか、なんとも優しげな眼差しで僕の顔をじっと眺めていた。これはこれでとっても緊張というかドキドキする。幸か不幸か無精により理性値が回復してなければ危なかった。回復したか？すごく美味しいよ、この漬物。塩加減もちょうどよくて、卵焼き、これだけでおかずになるレベル。今はひたすら食べよう。おい、おかわり大丈夫って言ってなかったっけ？美味しいし、ちゃんと味わいたい。とにかく食べることにのみ集中したい。ねえねえ。どうしたの？新婚さんみたいで、お姉ちゃん今すっごく幸せ。私だけが知ってる秘密。知ってるのは私だけ。そうきたか。なるほどな。あのトラブルをシオンはそういう解釈にするんか。はあ、その発想はなかったな。なるほど。はい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 。でも言われてみりゃ納得するな。シオンの人となりだったら、なるほど。常にさ、子供の頃は常に3人1人だったし、その、ね、自分だけ仲間外れってなると、泣いたりもね、すねたり泣いたりしょった子だからな。ああ、なるほど、なるほど。ヒロインの解像度は高いんだよな。まあでも別にこの作品だけじゃなくてね、エロゲ業界全部そうだからね。うん。あのね、それこそエロギ批評空間とかああいうところで上から数えるゲームね、上から数えていくゲームだとしても主人公の解像度がものすごく低くて、
普段は黙読で文字だけを追っとるから意識せんかもしれんけど、もう声に出して読もうもんならね、目も当てられんクソみたいな作品って山ほどあるからね。まあ仕方ないよ。うん、理由は今までずっと話してきたけど。私のあそこにおちんちん差し込んで出しちゃったんだから、無精？無精っていうのよね、あれ。私のことも女だってそう思ってるってことだよね。二人だけの秘密。僕は爆弾発言を飛ばしてくる睡蓮姉さんに何とか対応しつつ、午前中は家の中の掃除を率先して行うことにした。よしっと。これがなかなかにハードだ。走り回ったりはしないけど、掃き掃除、拭き掃除、拭き掃除、掃き掃除。吐いてから拭け。なんなら叩きかけてから、吐いて吹けなどなど。広い家っていうのも大変なんだと改めて痛感した。いつもこれを睡蓮姉さんとシオンだけでやっていたのかと思うと頭が下がる思いになり、二人に横島な目線を向けた自分が情けなくなってくる。ゆうちゃん、あら、ごめんね、台所まで掃除してもらっちゃって。台所のあれは CG は初めてだな、背景。いやいや全然。正直水回りは掃除が必要ないくらい綺麗だったよ。水回りは炊事の時に毎日簡単にお掃除できるからね。でも換気扇やコンロ周りは大変だったでしょ。油汚れがしつこいから。気にしないで、僕は結構楽しんでるよ。掃除が楽しいのは久しぶり。汗だくになって掃除する。確かに大変だけれど、自分の曇った心も綺麗になっていくようで、思わず熱中してしまった。台所やトイレ、廊下やあちこちの部屋、こまごました作業がなんだかとても楽しかった。あー、すごく綺麗になったね。これならお料理するのもますます楽しみになりそう。ちょっとは役に立てたかな。だったら嬉しい。睡蓮姉さんはルンルンと肩を揺らしながら綺麗な顔をほころばせて、僕の担当箇所をとても嬉しそうに見ている。楽器屋になったコンロなんかを指でキュッキュッと触っては都度僕を振り返り、屈託のない笑顔を振りまくのだ。ここまで、嬉しい顔をされると思ばゆく、心苦しい。なんせ、昨夜のことがあるからして。やめてくれ睡蓮姉さん、そんな顔で僕を見ないで。僕は昨夜とんでもない粗相をしでかした、罪人なのだから。あ、どうしたの。あれか、お弁当忘れたんやろ、シオン。だから二人だけの秘密ルンルンってなって、もうそれどころじゃなくなったから、もうこれいっそ自白すべきではとか思っていたら、突然声が上がり、僕も思わずうろたえてしまう。大変、ほら、シオンお弁当忘れていったみたい。今日は夕方くらいまで帰れないって言ってたのに。今から行けばお昼前には。もしよければ僕が行こうか。睡蓮姉さんが出かける支度をしようとパタパタし始めたのを見て、僕はテーブルの上にある弁当箱を手に取った。お世話になっている分これも手伝いだ。それに気晴らしの散歩代、散歩代わりにもいい。僕は行くよ。学園はバスで1本だっけ。学園前の停留所で降りればいいんだよね。何気ない姉妹の会話でふと耳にした情報を投げかけてみる。バスで1本、学園前。それだけ分かっていれば僕でも行けるだろう。ごめんね、
じゃあ甘えちゃってもいい？シオンもその方がきっと喜ぶし。え？ううん、なんでもないの。じゃあお願いしようかな。ちょうどお昼のバスが来る時間だし、港から役所までを走る路線ね。降りるのは学園前って名前のバス停だよ。わかった。じゃあ行ってくるよ。島のバスは大まかに、朝昼晩の3本らしい。離島ならそんな感じなんだろう。島の外周の要所を止まっていく感じだろうか。僕がいくら方向音痴でも乗ってればたどり着けるはず。僕は弁当箱をバッグに詰め、小走りにバス停へと急いだ。だいたい10分くらいか。うん、ここだ。バス停までの道のりをクリアした。この島に来て路頭に迷った日、通りかかったことがある。やはり失敗は無駄にはならない。幸いなことにバスもすぐに来た。停留所でゆっくり待とうかと思ったけれど、さっと乗れて助かった。なんだかいいな、こういうのも。バス内の冷房は少し弱かったけど、若見家での生活によって冷房なしにも慣れてきたところではあったので問題はなかった。適度な揺れの中で眺める窓の外の景色もやっぱり綺麗で、ちょっとした一人旅の気分に浸れて気持ちも良かった。ちなみに、乗り込む時に運転手さんが僕をちらりと振り返った気がした。多分小さな島で限られた島民しか利用しないから、見慣れない僕が珍しかったのかもしれない。釣り目当てとか観光客だと思われてるとか、それとももしかして若見家の客だとすでに知られているのかもしれない。いいな、この自意識の高さ大事だよ。この自意識の高さ田舎は耳が早い。ニュース速報並みだと父さん母さんがよくぼやいていた。いいことも悪いこともコミュニティ内では全部筒抜けになっちゃうんだとか。こうして僕は、シオンの通う学園へとやってきた。おお、これが離島の学園か。都会にはない風情がある。おじんまりして綺麗、可愛い、そんな感じ。映画のロケに使われそうな少しレトロな雰囲気だ。水蓮姉さんとシオンの母校、なんだか感慨深いな。やはり都会の学園とは違う。島民のコミュニティがあるからこそ、開かれた開放感というか、開かれた開放感ってなんだというか、大らかさが感じられる。門は開けっぱなしですぐに入れるし、守衛や用務員のような人も見当たらない。新社演出者扱いされるのはまずい。シオンの中で僕はすでにある程度の変質者と認定はされているだろうから。すごいな、うぬぼれた自分語りが始まったらおじさんスキップするかもしれん。セキュリティの厳しい都会の学園に慣れてるからか、なんとなくビクビクしてしまう。いくらおおらかそうとはいえ、部外者がうろうろ歩き回るのは良くないだろう。とりあえず職員室を探して、そこで自分の身分と要件を伝えよう。背筋を伸ばして堂々としよう。やましいことはない。同居しているいとこの忘れ物を届けに来ただけなんだから。昨夜のご厚は一旦置いておくとして、礼儀正しくシャキッと行こう。僕は今シオンの親戚の一人として来たのだから。学園の先生たちももう僕のことを知ってたりするのかな。やっぱさ、そのエロゲの主人公に大切なのって、知能の低さ、女を語る語彙力、あと高すぎるプライドなんだよな。いいな、本当になんか、エロゲ主人公のお手本かもしれんな、ここまで来ると。小さな島だし、コテージ運営していることもあって、若見家はそれなりに目立ってそうだし、
職員室を探し出勤していた教師の方に尋ねたら気さくに対応してくれた。事情を説明すると、若見の妹なら確か校庭に出ていると思うとのことだった。特に不審がる様子はなく、はいって感じだったから、やっぱり島の情報網は高性能なのかもしれない。つんぞくようなセミの声に囲まれながらシオンを探して校庭を見回っていく。歩きながら対応してくれた教師の言葉を反芻する。シオンのことを赤身の妹って言ってたな。まあ普通教師が生徒を下の名前で呼ぶことはないからそうだろうとは思う。水林姉さんも通っていた学園で教師も同じメンツではあるだろうし、仮に僕が水蓮姉さんの弟でこの学園に通っていたら若見弟とか呼ばれていたのだろう。水蓮姉さんはきっととても目立つ生徒だっただろう。ほら始まった、夏休みの宿題を見てもらったこともあるし、昔遊んだ時のことやこの前の素潜りの、素潜りの何だこれ量化を思い出すに、頭もよく運動も得意のはずだ。さらにあの美貌もあるし目立たないわけがない。その上離島だと進学や進級で生徒や教師の入れ替わりもないだろうから、妹が入ってきたらそりゃそうなるだろうと想像できる。でもシオンからしたら学園でも水蓮姉さんと比較されるってことだし、息苦しくなったりはしないのかな。お前がそれを言うか。まあ姉妹仲はいいし、あんまり気にしていなかったりはするんだろうが、僕だったらどう思うかな。考え事をしていたらうっかり校庭の敷地から出そうになっていた。こんなだから僕はすぐに迷子になるのかもしれない。あ、そういうことか。あ、わかったわかったわかった。よくあるあれだ、あのアナザービュー、ヒロインビューみたいなさ。これがユウくんの視点で、ユウくんの語られるユウくんの、景色なわけやねんか。よくあのアナザービューっていうので、例えばシオン目線とか、水蓮目線とかね、それでなんかあの場面転換したりするけど、この作品に関しては、そういうアナザービューがないからこそ、そのシオンの立ち位置とか周りの目っていうのが本人の口からではなく、ユウくんのたくましい語彙力で語られるっていうのがあるんか。なるほどね。だからこれはユウくんが語っとるように見えて、あのシナリオライターのとがきってことだ。なるほどな。あ、なんかだんだん解像度が上がってきた。いいね、そういうことか。校舎をぐるりと回るように校庭を進んでいると、本人が突然目の前に現れた。ばったり鉢合わせてしまったからか、お互いその場で固まってしまう。僕はタイミングの良さに驚き、シオンはなんでここにいるのだろう。なんで、これお弁当忘れてったろ。昨夜の事件もあって不審に思われてもおかしくはないんだけど、用事もある以上余計な誤解を招かないよう、僕はさっさと弁当の包みを差し出す。ありがとう。 お昼抜かなきゃって思ってた。じゃあちょうどよかった。はい、どうぞ。水蓮姉さんの代わりに持ってきたんだ。お前、他の女の名前出すなよ、バカタレ。女の前で他の女の名前出すなよ。シオンは決まり悪そうにただペコリと頭を下げて弁当を受け取った。こういうところはほんと昔の名残があって可愛らしい。ふふふっと思わず笑みがこぼれそうになる。いやいや違う、和んでる場合じゃない。せっかく二人になれたんだ、もっとすべきことがあるだろうが。何？口裏合わせ？
ちゃんと謝罪できるんか、ゆうくんは。あ、謝罪した。できるんだ。へえ。あの、シオン、その、昨日は、あんなことして、ごめん。じゃあ僕は、これで。すごいな。謝罪したことをこんなに自信満々に誇れるって、やっぱゆうくんってすごいな。おもろいな。ゆうくん面白いよな。やってること中学生だもんな。おもろいな。正直シオンが今のスピード謝罪を受け入れてくれたとは思えないけど、ひとまず僕は謝罪できたぞ。初手としては上出来、長いは無用。僕はそそくさと退散する。こうやって相手の、いいな、こうやってその相手の反応を、伺いもせず自分の要件だけはさっさとパッと済ませて、逃げようとするわけやねんか。けど一人になると、シオンはどう思ってるんだろう、姉さんはどう思ってるんだろう、きっと昨日のことがバレてるに違いない、僕のことを最低だと思ってるに違いないっていう、本当になんかここら辺の解像度はやべえんだよな。まさにオタクくんのさ、オタクくんのマインドなんだよな。いいな、やっぱいいな、こういうのって。今もう本当になんかエロゲをやっとる気分だよ。まあエロゲをやっとるんだけどさ、心から楽しんどるよ。あ、待って。え？ちょっと手伝ってくれない？どうせ暇なんでしょ？うん。そりゃまあ暇？うん、暇だけど。さっさと帰ればくらい言われるかと思っていたが、意外なことを言われた。思わず間抜けな顔のまま立ちすくんでしまう。私にあんなことしたんだから、そのぐらいいいわよね。見透かされてるな。まっすぐに見つめられて、そこそこ低い声で裁かれる。怖い。あのこと秘密にしといてあげるから、私の言うこと聞けるよね。結局シオンになんかちゃんとオチをつけてもらったってことか。多分このままユウくんが逃げ出しとったら気まずいままだったもんね。言葉が出てこない。僕は今から何をさせられるんだろうか。頭の中ピンクだからエッチなこともさせられると思ったんかな。別に多少こき使われるくらいは全く構わない。秘密を握られてなくてもありそうなシチュエーションだし。しかし相手はシオンだ。恥ずかしい秘密をさらさない代償にさせられることって一体何なんだ。おい、過去の記憶はないのか、それを証明するための、裏付けるための。じゃあ来て。はい。どうにも後ろめたく、もちろん抵抗なんてできず、僕は学園に入ってきた時の凛々しさのかけらもなく、しょんぼりと彼女の後をついていくこととなった。こののどかな島の風情あふれる学園の中で、僕は今からきっとすごいことをさせられるのだろう。なんて僕の想像に反して、シオンの命令は実に平和なものだった。想像じゃなくて妄想なんだけどな。シオン曰く、この離島の学園には周囲の島からも生徒がやってくる。複式学級というか教育機関は全てここに集められており、敷地内には低学年の子供たちもいる。彼らがボール遊びをして、物置やら体育倉庫やらの屋根に屋根の上に上げてしまい、その周りになっているものを回収して回ったり、ついでに用務員さんなんて専任の人もいないから、屋根の傷みを確認して問題があったら教師に伝えたりなんかもするという。さらに屋外に設置されている時計の調整や点検まで行う。まさに用務員さんのごとき雑務をこなすらしかった。
学生自治というか学園版の自給自足って感じだね。小さな学園での皆の安全を守るための地道な活動、道すがらの彼女の説明をまとめるとこういうことだ。秘密を握られ脅されて手伝わされることになったの割にはとても健全で真面目な業務内容に思わず安堵の笑みがこぼれてしまう。つまりシオンをそういう目で見とったってことなんだよな、これって。結局秘密を守るからなんかその私の言うことを聞きなさいっていう時に何かネガティブなことをさせられるっていう先入観というか思い込みがあるからこそこういう妄想になるわけだから、うん、だから心の底でユウくんはシオンのことをそういう風に見とるってことなんだよな。うん。でもユウくんふぬけだからな、本来ここでなんか手伝うことあるみたいなことを言えたらいいんだけど、それが言えないのがユウくんだからな。言葉にはできずに、まあ謝るのにもあんなに精一杯だったんだから、そうだよな。そうだよな。うん、そうだよ。何か手伝おうかっていう気の利いた一言も言えずって感じなんだよな。けどプライドは高いからさ。よし、ここはこれで OK と。で、次は。シオンの一生懸命に作業する姿はどこかスイレン姉さんとかぶって見える。まあ姉妹なんだから当たり前なのかもしれない。真夏の炎天下でうなじに汗をかきながら真剣に仕事を遂行する。遂行するシオンにしばし見とれてしまう。蜃気楼に揺らぐグラウンド。部活動中なのか体育館から時折聞こえる声とスポーツシューズがコートに擦れる音がとても心地よい。ユウ、何ボケっとしてんの？ほら、肩車して。早く、今すぐ。肩車？はい？言ったでしょ？屋根の点検をするの。そこの体育倉庫よ。ほら。え、あそこ？じゃあ、脚立かなんか持ってきた方がいいんじゃないのかな？指さされた先にある建物は確かに小さな用具入れって感じだけど、屋根の高さはそれなりにある。シオンを肩車するよりは僕は脚立に上がって彼女に足元を補定、してもらう方が安全だと思った。脚立は向こうの掃除用具入れに入ってるから出すのがめんどくさいの。いいでしょ、肩車で届くんだから。それとも私の言うことが聞けないってこと？いいな、これがあれなんだよな、あのシオンなりのあの考え抜いたスキンシップのあれなんだろうな。うん。けど肩車ってことはおじさんのエロゲノがビンビンだな。一応ね、ごめんね、一応ね、大丈夫だったら薄めるし、あかんかったらカットするし、うん、メッセージウィンドウで隠れるに越したことはないからごめんね。なんかね、カットしたけど、スイレン姉さんのエッチシーンはあったから、まあエッチシーンじゃないにしろお色気シーンは絶対あるはずだからごめんね。僕は彼女に秘密を知られている身である。というか弱みを握られているというか仮引け目があるというか、だから彼女の言うことは聞くしかない。しかしおんぶならまだしも肩車だなんて。やってんな、やってんな、肩車なんだよね。非常位じゃないんだよね。そしてこうなった、まさか自分と、対して年の変わらない女の子を肩車する日が来るとは思ってもみなかった。うん、ユウくんなんてのはね、存在しちゃいけないあれだからな、ビジュアルなんてなくていいんだよ。だからおパンツが丸みになるわけだ。これはかなり際どいぞ。まずい、まずいぞ。こんなことまずいぞ。とにかくまずい。はあ、やっぱり古い倉庫だから
屋根もあんまりいい状態じゃないわね。一応その構図としては、ゆうくんがシオンの太ももに挟まれとるってことか。いいな。これも報告しとかなきゃ。やだ、これも雨漏りしそうね。そうなのか。いや、今の僕にとって雨漏りなんてどうでもいい。いや、どうでもよくはないんだけど、それどころじゃない。下から漏れてしまうからな。あったかい。頭と首がしっとり湿って熱い。シオンの体温、むっちりとした太ももと股間の感触がじんわりと容赦なく伝わってくる。出た、スケベシェイクスピア。僕は今、言うなれば年頃の女の子のスカートの中に頭を突っ込んでいるに等しい。こんなことあるだろうか。僕と同世代の男子、その何パーセントが今の僕と同じ気持ちを共有してくれるだろうか。ゆうくん、たまにあれだよな、他人の目を気にするんだよね。やっぱプライドの高さがここに出てくるんだろうな。ほら、家におるときも、なんか、こんな幸せな暮らしをしとる、僕は幸せ者だな、みたいな感じの描写あったじゃないですか。他と比較して自分がこれだけ幸せっていう。ちゃんとしたプライドがあるんだよな。性的興奮を禁じられた環境において、成熟仕掛けの、女子の股間を、頭部と臀部で味わうなんて。あ、臀部じゃなかった。頸部か。頭部と頸部。首の後ろやね。僕の頸部は布越しとはいえ、シオンの性器を感じている。僕は昨日こすりつけぶっかけた部分が、今の僕のうなじや後頭部に押し当てられている。つまり関節射精ってことか。関節の汗ばんだ太ももしっかりとした女性器、スカート内に充満する女の子独特の甘酸っぱい香り、すごいな。急速に血液が下半身に集結していくのを感じる。ダメだ、このままでは恥の上塗りになってしまう。だと思ってるんだよね。バレティエラ。なんでもない。ほら、ちゃんと押さえてて。わかった。ぼんやりしていたら唐突に叱られてしまった。慌てて彼女の足を掴んで向きを直す。もう動かないでってば、危ないでしょ。しっかり見て、じゃなくてじっとして支えなさいよね。ああ、悪い。大丈夫？何の邪心もなく、無意識に、シオンを仰ぎ見てしまった。見上げる行為に意味はない。でも、つい安否確認したくて。で、下乳というか、ブラが見えるっていう構図が。けど、あれなんだよな。後頭部に股間を押し付けられてる状態で、首は固定されてるはずだから、上を見ることはできないんだよな。まあ、いいか。いいね。打ち上げ花火は下から見る？それとも横から見る？腕を伸ばし、真剣な眼差しで作業している彼女のセーラー服はずり上がってしまって、お腹とブラがちらりと見えている。セーラー服の中からブラを見る。セーラー服内部で蒸れて、熟成された乙女の体臭を微光に感じた気がした。スケベシェイクスピアだな。しつこいようだが、僕と同世代の、男子、その何パーセントが今の僕と同じ気持ちを共有してくれるだろうか。でも大学生やろ。お前と同世代の男の子はもうセックスしとるからな、ちゃんと人並みに。けどやっぱり自分は特別だと思っとる節があるから。刺激的すぎる。マニアックだ。ある意味、直撃よりもよほどエロティックだ。
あとこの状態でもぞもぞ動いたら股間が擦れてあれかもしれんけどな、大丈夫なんかな。あとちょっと面白いのがさ、ここでちょっと面白いのがさ、一番最初、若見家に来た時に、睡蓮に抱きしめられて、で引き剥がそうにも女性の体を、女性の体のどこに触ったらいいのかわからないよって言っとったねか。だからそのね、触るに触れないみたいな感じでされるがまま抱きしめられとったっていうのがあったわけやねんか。けどここでシオンを肩車するときにはやっぱり足とかその他もろもろ支えるためにはやっぱりその足首じゃなくて膝、肩車するときだいたい膝とか太ももを支えるから、それは別に躊躇ないんだよな。さすがユウくんだぜ。視覚に意識を集中していたら今度は再び触覚に意識を奪われる。股間がじりじりと僕の頸部を刺激する。チオンが踏ん張るたびに、大腿部で、顔全体を圧迫され、彼女の汗が僕の頬を濡らす。何とも言えない悩ましげな吐息を漏らしながらお尻をもぞもぞと動かすシオン。今はっきりと理解した。これは拷問だ。シオンが僕に課した拷問なのだ。彼女の中で、勃起我慢選手権が行われているに違いない。ゴッドタンでも見たんかな。もう安定しないわねこの脚立。あのシオンさん、僕はそろそろ限界です。僕の脚立が。ほらまた動いた。脚立なら喋らずじっとしててよね。はい、すみません。問答無用だ。彼女はきっと僕が全力勃起するまで許してくれないのだ。シオンが上でみじろぐたびによく、形よく引き締まったお尻の、プリッとした感触が肩に伝わってくる。可愛さと色っぽさが入り混じった悩ましい吐息。現役でしか醸し出せないチラリズム。頸部に感じる湿度、股間部の、じっとりしとした、ぬくもり。性フェロモンが凝縮された女の子の匂い。視覚、嗅覚、触覚、視覚の全部攻めだ。大自然の中、明るい太陽の下、田舎の学園内という状況下で味わうインモラルな行為。これは肩車なんかじゃない、立派なプレーだ。童貞のくせにこんな行為をさらっと言えるなんて、行えるなんて。シオン、やっぱり恐ろしい子に成長してしまった。もうちょっと。息がだんだんと荒くなり、脈動が半端ない。僕の血圧は今相当やばい数字を叩き出しているに違いない。まさかここで無制することないよね。え？でも流れ的には無制だぞ。局部で、測定すれば240、下は170はあるだろう。やばい数字だ。いつ行ってもおかしくない。何がやばいって、この汗がやばい。僕の愚かな脳にいろんなものを連想させてしまう。チオンの股間や大腿部から溢れた汗は僕の頬を伝い、数滴が僕の舌を侵食してくる。これで味覚も味わったってことか。かたくなに唇をかみしめ侵入を拒んでいるが限界が近い。相手は乙女の液体だ。いろんな意味の、浸透圧がやばい。いっそ口を開けて思い切り口内に入れて舌で味わってみたい衝動に駆られる。そつけ。こんなチャンスもう二度と訪れないぞ。いやいやいや、僕は何を考えている。しっかりするんだ僕。よいしょっと。
はあ、終わったって言った後、2つの意味で終わるんかな。クマとやっているとしか思えない、体重移動。彼女が動くたびに新たな刺激が容赦なく僕を犯す。上半身の刺激がダイレクトに下半身に伝わる。完全に気のせいだと思うけど、頸部に感じる湿度が 100% を超えている。ピンポイントに超えている。これは汗なのか？汗なんだろうな、きっと。アポクリン腺のいたずらだ。だって暑いもんな。いや、人間って、局部から汗をかいたっけ？僕はチンコから汗をかいたことがあるか？なんか哲学っぽい、哲学っぽくなってきたぞ。おい待てま。急になんか医学うんちく話し始めたやん。それで、もう性的興奮に走っとると。そりゃそうだよな。皆さん自分の首の後ろに手を当ててくれればわかると思うんですけど、頸椎の骨尖っとるんですよ。きっとそういうあれだろうな。すごいな。やっぱスケベシェイクスピアは違うな。なんて綺麗な肌なんだろう。なんて美しい体育なんだろう。一切の汚れを感じさせない透明な体。太陽の逆光で神々しいまでに輝くシオンの体。いいな、物語がクライマックスに来とるな。そのシオンを僕は脳内で、性欲色に塗りつぶしている。この色気は僕が生み出したものなのか、それともシオンが出しているものなのか。一瞬目があった。どうやったら目合わせれるん。やましい思いを見透かされたかのようで動機が加速する。今ここで僕の思いを声に出したら、シオンはどんな反応するだろうか。セミの声がとてもうるさく僕の心を囃し立てる。本当あれなんだよな、このメッセージウィンドウを消して右下の確認をしたいんだけど、そんなことしたらバンされるから無理なんだよ。無言。お互い見つめ合って瞳の中の心を探るような時間。僕らだけがゆっくりとこの時間の中で息づいている。口が動く、無意識に。その瞬間、シオンが少しバランスを崩して僕ははっと我に返る。そして慌てて視線をそらして何もなかったことにしてしまう。その後シオンは何も言わずまた作業に戻っていったようだった。もうこちらを見てはいない。僕は今何を言おうとしていた？わからない。ほんの数秒前の自分のことがわからなかった。だから僕は脚立になりきることにした。彼女を支える。それが今の僕の全てだった。シオンは仕事を終えて僕の肩から降り立った。お疲れ様。シオンの目を直視することもできず、ありきたりな会話を投げる。もう一度見つめてしまうと、また変な気分に陥ってしまいそうだった。ありがとう。視界の隅に映り込むシオンは、やはり僕を見ることなく、澄み切った空を仰ぎながら、ぽつりとお礼を言った。今彼女はどんな顔をしているんだろう。わからないけれど、きっと昔よく見た照れ笑いを浮かべているんじゃないかと思う。僕はその笑顔を無性に見たくなる。いたずら心もあるけれど、純粋にシオンのお顔が見たくなり、思わず、シオンと声をかけそうに。とっさにシオンに背を向ける。兄貴面のすかした顔でシオンの名を呼ばなくて本当によかった。だって僕は勃起してるから。
行き場を失った僕のチンコがパンツで反り返り明確なチン筋を描いている。こんなものをシオンに見られたら永久に幻滅されるに違いない。勃起我慢選手権はシオンの圧勝に終わった。その後僕は、気もそぞろ挙動もそぞろにシオンの言いなりとなってその他の点検などの手伝いに同行した。そして彼女が弁当を食べると言い出したのを口実に逃げるようにそそくさと退散する。バスないけど。じゃあ僕は先に帰るね。バスって1日3本やろ。昼のバスに乗ってここに来たんだから夕方のバスまで何もないはずだけど大丈夫なんかな。その時シオンは何も言わずただ小さく手を振ってくれたような気がした。おー、なるほどね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。スイレンとシオン、ちょっとね、あのユウくんの、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、ユウくんの解像度にちょっと難はあるけど、けどね、この姉妹とね、あんなことやこんなことをするっていうね、そのね、やっぱりエロゲならではだからさ、こういうなんかその妄想的な妄想シチュエーションというかさ、こんなことがあったらいいなとか、リアルじゃなくてリアリティがやっぱ欲しいから、ファンタジーはいらんのよ、ぶっちゃけ。ファンタジーとかになってくるとなんかもう人外を出すしかないから、ファンタジーだとなんかリアルな感じで、リアルな世界でファンタジーをやると冷めるんだけど、うん、リアルな感じでリアリティをやってくれると嬉しいんだよな。はい、あのこのヒロインたちとのその先うんぬんを見たい方はぜひね、あの製品版なんかを手に取っていただけたらなと思います。はい、ということで、以上、まあ体験版なんでね、あのエッチシーンが2つあるんですけど、皆さんにはお見せできないので、はい、ここで終わりたいと思います。お疲れちゃん。